オフの時間は、基本的に、自己啓発をしていることが多かったなと思います。まあ、平日については、まあ、可能な限り、早く体調をして自分の時間を確保して、主に自分の職務と関係ないような、勉強をすることを心がけました。というのも、まあ、自衛官というのはあくまでも軍事組織ですが、いろんな世界の情勢だとか、日本の経済、いろんなことを学ばないと、やっていけない組織ですので、まあ、自分の職務、パイロット以外の、ことを勉強するようなことを、オフの時間は心がけていました。で、まあ、仕事もしっかり、やれば、平日でもオフの時間を作るのは全然、できますので、そのような時間を使って、まあ、勉強していったという記憶があります。平日忙しくても全くいい食住が全て、まあ、提供されていますので、まあ、給料がほぼ全てお小遣いみたいな感じになるので、まあ、その土曜日日曜日じゃあ何しようと言ってもほぼほぼ給料が丸々残っていますので、遊ぶことには苦労しなかったっていうのは非常に良かったなと思います。土日についても基本的には、休みですので、土曜日日曜日っていうのは、平日の疲れを取るためにゆっくり過ごしたり、まあ、家族と遊びに行ったりっていうことが多かったと思います。長期休暇は、基本的に、まあ、1週間以上、舞台にいても、まあ、地上の配置にいても休める、まあ、ゴールデンウィーク、夏休み冬休みについては、長い1週間以上、ゆっくりと休むことができたと思います。